で9レース2乗戦へ延着になりました北井選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした、まあ、今日は最近好調の村田選手で、あの相手は4社でしたけども、はい、どういうふうに考えられてましたでしょうか。まあ、初手の段階で中断だったので、あの佐々木剛さんが切り入ったところっていうのをこう出させるとか、で佐々木君ができるのか、こう、まあ、突っ張るのかっていうのを見ながらっていうふうなところ、まず一つの判断で、その後緩んだので、まあ、松井さんとしっかりできれるかなと思って、しっかりできれてからペースでいけたと思います。突っ張って、まあ、踏み合いをその後は、まあ、またできりましたけども、まあ、できた時の踏み出した感覚っていうのはどうでしょうか。もう本当にこうゴールから逆算して、あのジャンめがけてのペースであったり、まあ、ゴールまで踏み切れるペースっていうのをこう考えながらの、まあ、できるペースではあったんですけど、まあ、最終的にあの山口さんにあの行かれてしまっているので、まあ、踏み直しのそのペース配分であったり、まあ、最後の踏み直しの強さっていうのはもう一人恐縮のかなと思います。まあ、2走してみてご自身の状態面はどうでしょうか。まあ、昨日今日と積極的なレースはできていると思いますけど、あの1着は取れてないですし、やっぱそこは最後の踏み直しの部分であったり、当地のペース配分というのはこう足りない部分があると思うので、明日しっかりそこは修正できればと思います。まだなんか修正する面というのはあったりしますかね。はい、もう自転車とかもずっと変えてないですし、セッティングとかも変えないので、うん、まあ、ただより初日と2日目今日より、あのより強い気持ちを持たないとなかなか難しいと思うので、本当にその気持ちの部分だけ何としてもこう自分が勝ち上がるというような気持ちを持って走りたいです。これは準決勝進出となりましたけども、やっぱりまた決勝に乗ってもう一つ2つとタイトルを取っていきたいという気持ちはあると思いますけども、そのあたりはどうでしょうか。そうですね、もうあの今年は、まあ、今回の友人と競輪差に残ってますけど、もう本当にそういう気持ちで日々やってきてますし、まあ、ただ本当に今日は今日で、明日は明日の目先のレースに自分がやってきたこと、自分の気持ちっていうのをこう一層一層精一杯出せればいいなと思います。わかりました、はい、では、最後に準決勝成功に向けて意気込みをお願いします。はい、昨日今日と熱い声援ありがとうございました。準決勝でも、自分の力精一杯出し切って頑張ります。応援よろしくお願いいたします。